いいですか。超人シュタイナーって知ってますか。60年代に西ドイツでテレビ放映してたアニメーション、東ベルリンでもこっそり見ることができました。主人公は普段ひ弱なやつだね。でもそいつが巨人の一員だと必ず助けてくれるんだ。秘密の友達がね。でもその主人公は気がついてないんだな。その秘密の友達は自分自身だってこと。主人公は絶体絶命のピンチになると見るも恐ろしい超人シュタイナーに変身するんだ。主人公が気がつくと悪党と